それをもう本当にどっちに転んでもですね、自己の生命の実物は生きてるんだって、そういう深さに隅広くなっていくって、それだけが問題だ。だからこれから来るもっちゃうね。もう唯一我々生命の実物を生きてるってことは間違いないこと。ただそこから頭がだけが宙に浮いて悩んだからね。それがまた生命の実物に引っ張られる。だから陰天だ、ほっけ天だ、生命の実物に引っ張られて、そして生命の実物に帰っていきゃ俺の虫のいい考えのためにこの世の中はできているんじゃなかったっていうだけ分かるんだよ。俺みんな虫がいいこと考えんだからね、そんなにいいこと言ったって、あんたの思惑のためにこの世の中あるんじゃないんだ。結局それだけなんだけど、それが大問題。で、それだけがどっちどう転んでも、だからどっちどう転んでも我が命のこと、それだけが一大事。これを大事にするわけ。その、ね、さっきも言ったように一っていうのは二つに分かれる以前、大っていうのはその大小を比較以前、そのことだけが大事。で、唯一の赤心は結局はね、その生命の実物の原点だけだ、我々ね。しかあれば神明を恨むことなかれ。神明っていうのはこの迷ってるあれかこれかっていうのね、別に恨む必要ない。どうせ我々生きてる限りいつでもあれかこれかっていうんで選択しながら生きていかなきゃならないからね、そんなに迷う必要はない、嘆く必要はない。何時ら諸行ぜ菩薩道なり、この結局生命に思考する限りはこれ菩薩です。三義老師が言われたけどね、この菩薩っていうとなんか特別な種類の人間かと思うけど、そうじゃない。我々がその目指す方向は仏ってね、仏っていうのは生命の実物ですよ。生命の実物だけに思考するってこう決まったところで、これみんな菩薩、そういう凡夫、何も凡夫を何とかしてから菩薩になるんじゃないかね。方向の決まった凡夫が菩薩、そのまんま。だから私たちもみんな菩薩ですよ。今衆生無辺誓願道って言ったじゃない。煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願上、これ誓願、誓願中方向を持った。その限りみんな菩薩。いや、私がね、この私のなんか話する前は四分霊眼だけ言うことにしたのはね、その方向だけが大切なんだ。あれあれ、凡夫が片付かなきゃいけないって言うんじゃないんだ。どうせ我々凡夫、死ぬまで凡夫であるに決まってんだから、その凡夫がしかし方向だけが決まったっていう概念が大切だ。それが菩薩で、何時ら修行ぜ菩薩道なり、本業菩薩道の部門を諸仏なり。俺今ここでね、修行しつつ諸仏に部門するのみってことだ。この本業っていうのは陰陽の修行っていうことなんだけど、普通修行と考えてね、本当に菩薩道を修行する、菩薩道を修行する中に仏さんに部門する、部門するって使える、使い身立てまつるってことだね。仮
胎児母乳皆カクカクのほっぺてんな。これはまああの仏の知見を胎児母乳せしめんが食べないっていうのはこの前出てきたでしょ。これ結局お釈迦さんがこの世に出てきたの、この世に出現されたのはこの仏の本当の仏の知見開き示し、それから悟り入る、そういうことのためにせしめんがために釈迦牟尼仏が世に出現したということだったね。で、皆カクカクのほっけてなり、胎児母乳はね、つまりほっけっていう今言う生命の絶対事実、生命の実物ですね、それに絶対引力に惹かれてる、それが惹かれてることが胎児母乳だ。そしてホッケ天である生命の実物に深まっていく歩み、これがこのカクカクのホッケ天だ。例えばね、今そのがんでもう死ぬっていうことをね分かっている人だね、この人がね、もしこの 今の時代はね、あの20世紀っていう時代、皆さん健康な時代だ、いやもう進歩したい健康な時代だと思っているけれど、私はそうは思わない。この20世紀っていう時代は本当に不幸な時代だと思っている。というのはね、今20世紀は生存ボケの時代だ。生きてるっていうことだけが結構なことと思ってるでしょ。生存ボケってこういう意味。生きてること、生きることだけが結構、生きて面白い目すること、それだけがいいことそういうふうに思い込んでるわけね。ところがそういうふうに思えば思うほど、それじゃあ死ぬ、あの年取ってきた、あるいは死ぬっていうことになった。年取ってくると思うようにもあの面白い目できないじゃない。なんとか面白い目しようって言ったって誰もだんだん相手にしてくれなくなるそうするとその頃からもうぼつぼつ寂しくなって老人ぐずり出すじゃないか。今あの老人ってやつはみんなぐずってるもんね。老人、昔はコロという言葉って、コロっていうことはいい言葉だと思うんだね。尊敬さ、いかにも尊敬される貫禄のあるそのコロ、ほら今尊敬されるべきコロっていうのは一つも育っていないそうじゃなくて大型廃棄物一歩手前ばっかりおいで、私は働きたいと思うんだけど働かせてくれないって言って文句言ってるけどね、もう年取ったら働かなくていいんだよそれでのいやもう働く必要ない、おとなしくしてるっていうことが一番大変だ。おいであのもう若い人が働いてくれるんだから、でもってその若い人に働いたのをまあ食われてもらってりゃありがたいと思ってりゃいいんだ。おとなしくいるっていう方がもっと大切なこと。この老人がいい若いやつの邪魔するっていうのね、これほんとあの意味ないことない。私は働こうと思っているんだけれど、一生精進で働きたいと思うんだけど働かしてくれないって、ね、言ったってね、んなそんな困るからやめてくれって言ってね邪魔するだけだ。で要するにね、やっぱりね座禅っていうのは大切だね。その時ちゃんと片付いてるっていうのは座禅してないんだそしてまああのとにかく年取ってる頃から、年取り始めた
頃から、まあ、ぽつぽつ寂しくなり始めて、いや私もこれ70になったんでね、なるほど年寄りの気分っていうのはよくわかる、こういう気分がある。それから今度死ぬっていう段になるとね、生存だけに最高価値を置いてるんでしょ。生きてるっていうことだけがいいことだってもう決め込んでるんだ今の時代。ところがそれどうしても死ななきゃなんないとなってくると、これは奈落の底をこちっていくようなもんじゃない。生きてるっていう生存だけに これだけに価値を、これだけに価値を置いて、これをこれが価値でしょ、これだけに今の時代価値を置いてるんだから。そうすると死ぬっていうことは一体どこへ、連れて行かれるのか、全く奈落の底を落っこちる思いしてんだと思う。それでみんなだから単に我々幸福を求めて生きてんだって言って幸福幸福って言って、今20世紀のやつみんな言ってるけど、じゃあ幸福って何だって言って、金があって、そして、面白い思いするっていうのだ、そんな幸福の夢見てる限りね、今度は死ぬっていう時にはどうせ不幸のどん底じゃない、金も置いていかなきゃあんない。いや田中角栄さんみたいに金たっぷり持ってんだろうけど、あれも置いて死んでいかなきゃあんない。それからその健康でもないんだもんね。そうするともう不幸のどん底で死んでいく、奈落の底へ落っこっていく思いだろう、みんな。で結局はですね、そういう、生存に価値を置いてるっていうのが今の時代の全てだと。でそれが生存ボケだ、生存だけがいいと思って決め込む。そうじゃない、生命っていうのはね、死ぬってことがあって初めて生命っていうんだ。生きる、生きたら必ず死ぬ、生と死と人ひっくるめにして人生っていうものを見ていなきゃ間違う。で今の生命の実物に引っ張られるということはどういう、そういう生じひっくるめた生命ですね。その限りね、どうせ我々死んでいくっていうのは、生物的本能として死ぬっていうのはね、死にたくないと思うのは当たり前だ。まあそれはそれで結構、それは生物的本能として、そのまあ例えばあれですね、ピストルつけられ突きつけられたら手あげるんじゃないか、なんとか助けてくれ、これまあそれでいいじゃん。しかしそれが生命じゃない、生命って言ったら生きるのと死ぬのとひとひっくるめのものだからね。で要するに生物的本能として死ぬっていうのは怖いとこう思うのは、これ頭の思いだ、頭の思いは分泌物だ。要するにそういうふうに我々の頭分泌してくるんだ。でもこれは生物的本能だ、これは頭の思いは分泌物ってこう見渡してると思うが、いつも言うけど我々座禅する、自分の頭の思いは全て分泌物だってこう見渡す姿勢なんだから。そしてもっとそういう自分の思い以上の生命の実物に引っ張られていく、これが私があれする自己純粋の生命力を拝みつつ、そういう、いや今拝むっていうとなんか仏さんとか神さんとかっていう他人を拝むことと思ってる、そうじゃない、私に働いている純粋の生命力ね、これを拝みつつ、そしてそれが生命に引っ張られていくってことね、それを開示誤入、こういう生命の実物に
生きてんだなって分かることがまず解除、そしてそれをはっきり見据えることが自じゃん。そしてそういう生命の実物を悟って、そしてそれに深まっていく、これが開示五入。ところがね、そのこいつはね、合格不合格の話じゃない、丸か×かの話でもないね。どういう人もみんなそれぞれのところで開示誤入してくるの、深まってくる自己の。で、普通あれするとみんな合格不合格の話ばっかりでしょ、この世の中のこと。合格不合格の話はね、頭の話だ。生命の話はどっちどう転んでも生命の実物生きてんだから、もうこれ合格に決まってる。しかしながら、その生命の実物はいかにその実現するかっていうね、これはその点から一体みんな不合格だもんね。で、そういう合格不合格の話、出入りなしの生命の実物に深まっている。だからその神明とかね、開示誤入っていうのはいろんな段階っていうかな、いろんなあり方があります。それみんなどのあり方でもいいんだ、そのあり方で深まっている。だから俺は死にたくない、死にたくないって言ってね、俺が今死んでも死にきれないって言ってもがき倒しても、それでも死ぬときは死んでくると、これは絶対に実だもんね。それでもいいな、何ももがいちゃいけないってことはないもん。我々 もがき苦しみにしたっていいんだ、それが生命の実物なの。しかしはそういうどっちどう転んでも生命の実物っていうのに、どれほど落ち着いていくかっていうね、深まっていくか、それだけが大切なんですから。その深まる段階はいろいろあります。そんなにもがき苦しみはしないまでも、生命の生命力を拝むっていう気分になってる人もあるかもしれない。あるいは全くもう生命の実物になりきって、ちっとも西郷隆盛さんみたいにね、生も死も一つ重視と思いあるだろうし、これでその合格不合格の話じゃない、みんな生命の実物なんだ。これはね、外からじゃ分かんない。西郷隆盛さんの話、西郷隆盛さんの名前出したけど、西郷隆盛さんがその断然として死んだのかどうか、そんなことは分かんないもんね。でも一応の話としてそうなってるから、そう言っただけだ。ヒトラーなんだって、これもがき倒して死んだのか、あるいは断然として死んだのか、それは分からない。もうそういうことは自分だけのことだから、あれ人と比べることはできない。だから合格も合格ない、自分は自分にいるとかね。それでそういう点でどういう段階にあるか、それは分からない。どういう段階でもいい。しかしそのいろいろなあり方があることは、それだから神明あるいは会議後によって、それにいろいろのあり方があるということがこれからの話だね。固くに神明や、これ三害は固くっていうね、この三害は固くの中で迷ってる気圧もある。東門に神明や、門外に神明や、門前に神明や、門内に神明や、神明に門内門下ないし、東門固く東を現状せるがゆえに。これはこの前話したけれど、その法華経の一つの話の中にね、長者の
大きな長者の家があって、でこういう大きな長者の家があったわけですね。これがまあ固くなり、あのこの中に火が、あの長者の家があったわけだけど、これがね、こういう家があったとする、これが火になった、これが固くですね。でこれが三階だ。そしてこのところに一つだけ門が、でこれ門、これは門内ですね、門内。これが東門だね。でこれが門前であり、門前であり、でこれが門下。はい、からまだ、そうね、まあ今そこにそういうこと出てるけれど、まあ、あのこのところたくさんいろんなこと書いてあるからね、あれだけれど、あの火がついちゃった、これが火がついたから長者はね、この中で遊んでる子供たち、早く門の外に出ろ、これはみんなあのこうやって遊んでるの面白くてしょうがないからって言って出ていかない。それでこの子に外へ出ると路地ですね、この路地に養鹿、あの羊の車、牛の、あの鹿の車、牛の車っていうのがあるぞって言って、それでみんな出てきた。そうしたところが、あのここにあったのは大白御社が一つであったっていう話ですね。で今このその話なんだけれど、堅くに神明ある、あのどうせ我々あの三階の中じゃね、いつでも あれかこれかっつって迷って生きてるわけですね。そして迷って、東門に神明があると、東門と門のこの門のここでもこれはまああれかこれかだ。それから門前にも門下にもどこへ行ったってね、我々頭も限りそら神明があるなという、さっき言ったあれかこれかっていう、でというのは東門に神明あり、門下に神明あり、門前に神明あり、門内に神明あり、で神明に門内門下ないし、東門家宅等を献上せるがゆえに、結局はね、その我々頭持ってればこそ頭が分別するんだからね、いろいろ。それだからあの神明っていうのはこのいろいろ門内門下門前、まあいろいろに分けるという、それもそれぐるみがあの頭のことだ。だから全て頭の生命の風景だ。だからあの昔から愚かなる心一つの行く末を無知の道とや人の遊覧というね、我々は六道地獄ガキ畜生修羅人間天上というけど、そういうの自分の心のあの在り方一つでね、そういう六道入るわけだね。地獄へ落っこっちゃう人もあるし、心の在り方そのものだ。あるいはあれが欲しいあれが欲しいってガキになる、あれと俺とどっちが偉いっつってね競り合ってるっていう、これはまあ修羅だ。でまあいろいろこの門内東門門下門前固く、まあそういうふうに分別するのはどうせ頭の思いなんです。だから百五社の上にも会議五人があるでしょ、そのこういう大学五社の中に入ったって会議五人はあのもう大白御社に乗っちゃったからもう済んだっていうんじゃない。我々生きてる限り大白御社の中でもどこまでも大
自己には深まっていかない。でこの車上の走行として乳を存然とき、このね、ダイヤ御車っていうのはね、立派な飾り持ってるんです。これが車上の走行ですね。それでああいう綺麗な車に入りたいとこう言うんで、人はそういう人を誘い込むような飾りを持ってるわけです。それでまあそれに誘われて車上の走行として乳を存ぜんとき入ろうと思ったとき、路地を所乳とや規制に家宅を所出とや民前、これこいつこの大学御社っていうのは綺麗だぞ、飾り持ってるぞってね、この3階の人がじゃあ入ろうっていうね、これをこっちへ入るのかこっちを出たのかっていうね、いうことですね。当門は凶楽のところなるとのみ偶人すべきかと。これそうするとこっちから出てこっちから入るっていうんだったら、ここはただ通過するとこだけかってね言う。ところが本当は何、本当から言ったらね、こういうものひっくるめてだ、これ我が生命の風景なんだ。法華経のね話にこういう三階家宅それから大学御社なんていう話があるけど、これそれぐるみひっくるめてね、我が生命の風景だ。本当ね、本当は出入りはないんだ。私は私の生命生きるっていう点から言ったら、よさそうでしょ。私がこっちの私がこういう時計やってる、そうするとこっちの手がね、あれ左手に時計持ってていいな、俺なんとか右手がねなんとか取ってやりたい、そしてそーっと知らないうちにちょっと取ってこっち持ってきたって言ったって、これ何出会いなしだ俺のものだ俺なこれ。いやだから仏教の話は初めからそうです。だから不中等を書いて盗む流れって言ったってね、本当は盗むものがないっていうのは不中等会、それ盗むものがないのに盗んだ気になってっていうのはもうそれで盗むっていうのはこれはもう何十の都がで不殺生会って言っても本当は殺すものがない、それを殺すものがあると思い、そして殺したって言ってたらこれまた何十の都がで、仏法としては殺すものがない盗むものがないっていうのはそこへ深まっていかなきゃ。だからまさに知るべし、車の中に固くを開示誤入する点もあり、路地に固くを開示誤入する点もあり。じゃあこの大学御社の中でもって固くも開示誤入する、そういう引っ張られ方、こういう固くの中にあって、その大学御社を路地に車の中に固くを開示誤入する点もあり、路地に固くを開示誤入する点もあり、法門の全門に開示誤入する点もある、不門の一門に開示誤入を点ずる、開示誤入の角々に不門も開示誤入する点がある、門内に開示誤入を点ずる、門下に開示誤入を点ずる、固くに路地を開示誤入するある、この家に固くも増えなり路地も不思議なりと、こう書いてあるけど、この我々いろんなあり方があるわけですね。このいろんなあり方の中にみんな開示誤入しなきゃ、どんなあり方であろう、この要するに我々こう日常生活してる
これまあ法華経のその車とかあの長者の内だとかっていうんで、そんなことをあんまりこう強調あのあれですね、本気になってこれ文章にひっついて読んでたらそれはわかんない。それじゃない、我々この生きてる時いろいろの境界があるもん、その時その時ね、そのいろいろの境界において、しかしながらどこまでも自己の生命の実物に深まっていく、これが戒律行。それが大切。だからね、当門の禅門に戒律五入を転ずるあり。で、まあ当門というのはあれですね、今言うその門内は迷ってる、門へは辿ってる。ところがこの当門というところでそのまんまその戒律五入をこの門のところでもって戒律五入を転ずるあり。いや本当に今我々ね、なんとか迷いを払いたいとこう思ってんじゃない。だけれどね、迷うと悟るとって言って、そういう分別の話じゃないところを深まっていかなきゃ。だから迷いを片付けて初めて悟りっていうんじゃないんだ。迷いは迷いのまんま、手放しはそれでいいんだ。いや私があれだね、憂いは憂いの雲のまま、悲しみの雨は悲しみの雨のまま、怒りの嵐は怒りの嵐のまま、すべて片付かぬまま、重い手放しのところにただじっと座る。大空が雲ぐるみの大空であるようにという詩を作ったことがある。結局ね、悲しみ、そういう悲しみを片付けてね、なんとかしようというんじゃないんだ。悲しみは悲しみのまんまで、憂いは憂いのまんまで、ただ生命の実物に深まっていくっていう、それの方向がいいというところだね。で、不問の一問に開示五入を転ずるあり。これはまあ不問門の不問だね。あらゆる門の一つ一つにね、開示五入するっていうこともある。開示五入の各々に不問を開示五入する点もある。で、門内に開示五入を転ずるあり。三階中門の中で開示五入を転ずることもある。門外に戒律五入を転ずる。だからどういう境界であろうと、ただ生命の実物に深まっていくという、そのいろいろなあり方ですね。で、片国路地を戒律五入するあり。この上に固くも増えない。この固くっていうのは、まあ今言う我々生きてる地盤、その中に路地っていうのは、まあ今言う生命ですね、生じ含めた生命、そういう生命の実物を開示誤入するってこともある。このゆえに固くも増える。固くって言ったって何も決まってあるもんじゃないんだ。これ全部がひっくるめて私の生命の実物なんだからね、何も固くってもう決まってあるのじゃ。固くも増えなり、路地も不思議なり、これ路地って言ってね、固くの外にあるってね、そういうふうに決まってあるもんでもない。路地も不思議なり、輪殿三階を誰が車と一乗せる。輪殿三階って言ったってね、誰の車に乗るんでもない。結局自己自身の生命以外ないんだ。それからまた戒律五入を誰が門内と出入せん。この
帰り五入って言ってもね、どういうものも出入するのか。そうじゃない、みんな自己自身の生命の実物の門の出入りでしょうか。みんな自己の生命の実物の中の出来物で、固くより車を求めれば幾ばくの輪廻ぞ。いやだから、ね、さっきも言ったように生存的価値観を持ってね、そして生存することだけが、生きてるってことだけが価値だとこう決めていながら、決めている限り死ぬっていう時にはその価値観が裏面に出るからね、わあ大変、それこそ死ぬっていうのは無価値、没価値と考えてるじゃない。それだから奈落の底を落っこってくるような思いする。そういう、だから片っから車を求めりゃ幾ばくの輪廻ぞ。それに対して路地より片くも望めば束縛もの尋問のみなり。かえってね、そうじゃない勝利そのものが生命の実物。その死ぬだけが、あ、生きてるだけが生きてるんじゃないですよ。勝利そのものを生きている。で、生命の実物っていう地盤から見りゃ、生命っていうのは束縛の尋問のみなりと無限に深めていかなきゃならない深さがあるということですね。まあ今日はそこまで。